アイシャです強化学習のの第9回目の今日はベルマン方程式を扱いますその1回目ベルマン方程式はまあ教科学習を勉強する上での難所の1個かな結構見た目がえげつない方程式なんですが教科学習の学習を行う上ではめちゃめちゃ活用される方程式でございますでそんなベルマン方程式はいここにあるようにベルマン期待方程式とベルマン最適方程式っていう2種類があります 分析モデルによってどっち使うかっていうねマニアックな違いがあるんですけど今回は、はい、ベルマン期待方程式の方だけ扱って次回の動画でベルマン最適方程式をやろうかと思います。で今日を通してのテーマはこれベルマン方程式っていうのは。 はいて先の未来を読んでるんででるすこの考え方をもとにベルマン方程式を見るとあの難しい見た目がねサクッとわかるようになるかと思います。というわけで今日のテーマはベルマン方程式の正体を理解するそんな感じでまず1個目このベルマン期待方程式の本編に入っていこうかなと思います。はいというわけでまずはベルマン期待方程式見ていきましょう。こいつは英語で はい、ベルマンエクスペクテーション・イクエージョンとかまあベルマン・イクエージョンって呼ばれたりしますそんなベルマン方程式まずは書いてみましょうはい書けましたこれがベルマン期待方程式でございますどうよこれなんかさいかにもさ難しそうじゃないですかとりあえず長いし なんで、今日の動画の目的はですね、こいつらの正体を理解して、これがどんな意味の数式なのかっていうことに迫っていこうと思います。はいなんですけど、えっと、こいつらの使い方とか実務的な意味っていうそっちまでは今日は踏み込まないことにします。まあ、両方やるとね、とんでもなく長い動画になっちゃうんで、今日と次回では、こいつらの正体に迫るっていうことをやります。で、まあ、とりあえずね、こいつらの正体に迫っていくわけですけど、まあ、中身を見ておきましょう。 まずこれ、どういう式かっていうと、まあ、方策 π ありますよね。とりあえず、方策についての価値関数、vπ とか qπ っていうのがあったときに、vπ はこの式を満たすし、qπ はこっちの式を満たしますっていう方程式です。で、vπ の方は、vπs イコール、あ、なんかえ、行動について足し合わせて、報酬について出して、なんか状態について足してとか、q の方は、なんかこう、報酬について出して,こう状て,出してこう、状態について出して、行動について出して、わーみたいな、まあ、とりあえず長い式になってるんですわ。 なんでね、まあ何度も言ってますけど、今日はこいつらの正体に迫ろうと思います。その上でのキーワードが、2歩先の未来を読むです。はい。というわけでね、まあ今日の動画が終わった頃には、こいつらの意味が、ああ、なるほどねって分かってる状態を目指したいなと思います。というわけで、早速中身入ってもいいんですが、まあとりあえずね、記号がもうとんでもないんで、まずは記号の復習から入りましょう。はい。というわけで、記号の復習をやります。まずはドバーッと書きます。はい、書けました。 いいっぱりますね記号、まあとりあえずね一個ずつ順番に見ていきましょうまず最初 P の S'SA と P の RSA っていうのがこれがマルコフ決定過程によって決められているものですマルコフ決定過程っていうのは状態に応じて行動を選択した後その行動の結果次どんな状態に行くかなとかその行動の報酬はいくらかなっていうのを決めてるやつでしたというわけで この PS'SA っていうのは状態 S で行動 A をこの選択したときに次の状態 S' はどうなりますかっていう確率分布が PS'SA で2個目 PR の SA っていうのは状態 S で行動 A を選択した後報酬 R がどんな確率でもらえますかっていうのを表しているのが PRSA です例えば P1SA っていうのが0.2ですよって言われたら 状態 S で行動 A をやったら0.2の確率で報酬1がもらえますっていうそんな感じの関数です。はい、というわけでここら辺についてはですねマルコフ決定過程について紹介した第4回にめちゃめちゃ詳しくやってるんで不安な人はちょっと見返してみてください。ほいで次 π の AS っていうのが方策 π でしたね。 方策 π はどんな風に定式化したかっていうと、状態 s で行動 a を選択する確率を返してくれる関数。これ πas っていうのは s と a についての関数で、これ全体で数字になります。例えば πas が0.5だったら、状態 s では行動 a は確率0.5で取ります。みたいなね。こんな風な関数、確率の関数のことを方策って言うんでした。これも忘れた人は第5回に詳しくやってますんで、ぜひ見直してみてください。はい。 でマルコフ決定過程と方策があれば、ぐる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 回せるんですよね。何を回せるかっていうと、まあ、最初の状態があってで、その状態で行動を選択して何かやってで、何かやると報酬がもらえながら次の状態に行って、でまたその状態で方策で行動を決めて、で行動をやるとマルコフ決定過程のおかげでまた報酬もらえて次の行動状態に行くとで、この状態行動、状態行動をぐるぐる回しながら、報酬がポン,ポン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 ってもらえるっていうことが起こります。 で、それの0番目、1番目、2番目、3番目、4番目っていうのがブワーって手に入るんで、それを確率変数で表したものが大文字の SAR、その実現値、具体的な値を表したものが小文字の SAR でございます。実際には S0, A0, R0, S1, A1, R1 っていうふうに続いていって、一ちゃん最初の状態を S0, 一ちゃん最初の行動を A0、一ちゃん最初の報酬を R0 としてで、その次の行動を S1、その後の行動を A1、その後の報酬を R1、 S2A2R2S3A3R3 続けていきますその確率変数が大文字で小文字だったら実際の値っていう風に思ってください。まあちょっと確率変数とか実現値とかよく分かんないよっていう人はまあなんかあんまり区別せずとりあえずなんか確率となんか実現値があるんだと。まあとりあえず S と A と R がそれぞれステート、アクション、リワード、状態行動報酬ってことだけは頭に入れておいてください。 で、ここら辺は第6回で話したんですけど、第6回は収益の話をした回でした。というわけで、収益の定義までいきます。収益考えるときは、なんか未来の報酬ってちょっと割引いた方がいいよねって考え方を紹介しました。その割合が割引率ガンマっていうのがあって、で、G っていうのが収益を表す確率変数です。具体的には最初の報酬プラス その1個あとはガンマ1回だけかけてガンマかける R1 その2個あとはガンマ2回かけてガンマ2乗かける R2 っていう風に後ろに行くほどガンマいっぱいかけて割り引いて足しますよっていうのが収益の確率変数でそれの期待値を収益っていう風に言いました。 まあ本当は正式名称は期待割引収益って言うんですけど、この動画シリーズではもう収益って言ったらこいつのこととします。ここ、期待値の G の上に π がついてるのは、まあ、法則 π に従ったときはこんぐらいの収益ですよっていうのを明示的に表すときには上に π をつけるっていうルールでしたね。はい、というわけで、ここまでで話したのが第6回の収益の話をした動画でございます。なんかちょっとよくわかんねえなーって人はぜひ見返してみてください。 で最後、この収益について、S0 イコール S っていう条件のもとでの期待値を考えたもの、この条件付き期待値のことを状態価値関数と言って、さらにもう1個条件足します。S0 は S で A0 が A っていう条件のもとでの条件付き期待値のことを行動価値関数って言うんでした。これ、それぞれ第7回の価値関数の回で紹介しています。 最初の状態が S だったときに、その後方策 π に従って頑張って動いていったら、どれくらい収益をもらえますかっていうのが、これの意味なんで、だいたい状態 S の良さを表しているのが状態価値関数でございます。今言ったことを書きます。 はい、けました状態価値関数 v p s っていうのは状態 S から方策 π に従って行動選択した時の収益なんで要するに状態 S から始めた時どんぐらい収益もらえんのって話だからだいたい状態 S の良さのことですで下の方も似た感じで状態 S でとりあえず初手はこの行動をやってみましたその後にもらえる収益はだいたいいくらぐらいですかっていう期待値が行動価値関数なのでひ、まあ、一言で言えば状態 S での行動 A の良さっていうのを表している関数がこちらです 追いかけました。状態 S で行動 A をした後、その後、と方策 π に従ってわーってやった時の収益なんでまあたい行動 A の良さを表しているのがこの行動価値関数でございます。V はバリューの V から来てて Q はクオリティの Q から来てるっていうふうに言われております。 はいというわけで、記号がたくさんですね。あ、1個書き忘れたけど、ここは第7回見てください、忘れた人は。というわけで、あのこれぐらいの記号は、このあとじゃんじゃん使っていきます。なんで、まあ、とりあえず先見たいわって人は見ていただきたいんですが、もし分かんない記号があれば、ぜひ前の動画を見返してください。教科学習の内容が理解できないときって、大体定義を忘れてるときなんであので、ね、丁寧に見返すことをお勧めします。であともう1個、これ、すごい大事なんですけど、 あのこの量の定義は、ちゃんと覚えてないと、教科学習の議論、結構きついんですけど、これはですね、いかに分かりやすい動画を作ったとしても、いかに分かりやすい解説を作ったとしても、それだけで皆さんに伝えるのは無理です。これはもう、覚えて慣れるしかないんで、皆さんが努力しない限り、これ、頭入んないんですよね。 なんでその方法は2つあって、1つはちゃんと昔の動画を定期的に見返すっていう方法でやってもらってもいいですし、まあ、めちゃめちゃ使いまくればだんだん慣れてくるんで、まあ大体この動画シリーズがね、20とかいった頃には、もうなんかこの記号こういう意味でしょって、パーって慣れてますよっていう風になってもらえればいいんじゃないかなと思います。ここら辺の記号に慣れて覚えていくっていうのはもう時間かかるし、努力要するんで、あとはやってください。私にできるのは分かりやすく解説するまでなんで、そこから先の努力はお任せします。 でちょっと1個ね書き忘れたんでそれだけ書いときましょうか。はい、ここら辺忘れた人は第7回価値関数の動画を見てください。というわけで、まあね、いきなり覚えきれないと思うんで、まあとりあえずノリで突っ込みましょうよ、ここまで来たら。はい、というわけでね、ここから先はこの記号を使いながらベルマン方程式に挑んでいきたいなと思います。はい、というわけで、ここからベルマン方程式の正体に迫っていきたいなと思います。で、ここで大事になるポイントが2つあります。先、それ紹介しますね。 はい、書けました。ベルマン方程式を攻略するポイントはこの2つです。1つ目は次に何が起こるんだろうっていうのを想像することです。一番最初に言った通り、ベルマン方程式は2手先を読むことによって作られる方程式なんで、まあ、次何が起こりますかっていうのを常に考え続けることになります。というわけで、次何が起こる ?1 手先はどうなるじゃあ2手先はどうなるっていうのを考えるのがベルマン方程式の肝です。 で、2番目、V とか Q っていうのは G の期待値です。日本語で言うと、状態価値関数とか行動価値関数、まあ、価値関数っていうのは収益の期待値だったわけですよね。この収益 G っていうのは R、R0+, ガンマ倍の R1+, ガンマ2乗倍の R2+, ガンマ3乗倍の R3 なんですけど、これをですね、なんか変なふうにくくるんですよ。どう括るかっていうと、この。 1>, 1個目以降、R1, R2, R3 以降って全部ガンマが1回かかってるじゃないですか。少なくとも1回はかかってるんで、このガンマでくくってやると、ガンマかける r 1足す、ガンマかけ r 2足す、ガンマの2乗かけ r 3足すみたいな、まあ、R1 にはガンマがついてなくて、以降、なんかこの肩と足が1個ずつずれたものが足されまくるっていう風に式変形することができます。まあ、これちょっとね、テクニカルなことやってると思うんですけど、まあ伏線だと思ってください。今は意味わかんないと思うけどね、このあと回収しますんで、楽しみにしててください。 というわけで、じゃあ次に何が起こるっていうのを考えていきたいと思います。まず、ステップ1はこちら。はいというわけで、状態の次に来るのは行動ですっていうのをテーマに一歩先を読んでみましょう。まあ、状態の次行動っていうのはいいですよね。状態に応じて行動をやって、で行動したら次の状態とか報酬をもらえるんで、まず、状態の次は行動っていうのがもう鉄則です。で、これを使うことによって、 はい、この状態価値関数の一歩先を考えるこここれが今やりたいことののテーマですでこの状態価値関数意味分かっておいた方がいいんで一回復習しておきますとはい書きました S0=S の時の収益のことでしたよね、まあ、ちょっとだけ解説すると最初の状態が S だった時にその後の報酬はいくらもらえますかその合計はいくらぐらいですか期待値を教えてくださいっていうのが 状態価値関数ってやつでした。まあ、収益の期待値なんですけど、それの最初の状態が指定されているバージョンですね。で、今、あなたは S0 イコール S です。最初の状態として S にいますとなったときに、次何が起こるかっていうのを考えてみましょう。はい。で、まあ、何が起こるかって言ったら行動するわけですよ。というわけで、この状態で行動したらどうなる、何が起こるっていうのをちょっと書いてますね、下に。 はい、い書書けまました。今書いた今ここの2つが起こります。上の方、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど状態 S で行動してくださいって言われたら行動 A は確率 πAS で選択されますよね。な、ま、ん、あ、でかっていうと方策の πAS っていうのは状態 S で行動 A を選択する確率なんだから、まあ、状態 S では行動 A は確率これで選択されると、まあ、なんか当たり前のことを言ってます。 で2個目が面白いんですけど、行動 A やったとするじゃないですか。で、行動 A やった後じゃあその後の収益はどんなもんかなっていうと、それまさに行動価値関数のことですよね。行動価値関数って状態 S で行動 A やった後法方策範に従ってもらえる収益の期待者だから、まあ、A やったらこれですよ。もう両方とも定義の当たり前のことを言ってます。というわけで、じゃあ、 この状態の後には行動によっていろんなパターンに分かれるんだけど、じゃあこの状態価値関数ってどうやって計算したらいいんだろう、う状態価値関数ってどうなるんだろうって言ったらさ、これ、行動価値関数の期待値で書けると思いませんかちょっと今言ったこと書いてみますね。はい、書けました。こんなふうになるでしょう。下の式、まず見てみましょうか。Vπ っていうのは パイの AS×9 パイの SA ですよで。それを全部足してくださいっていうふうになってるんですけど、まあこうなりますよね。まあなんでかっていうと、確率パイ AS で A が選択されるんでしょ ?A が選択された後はこんだけ収益もらえるわけじゃないですか。ということは最初の状態 S からどんな行動を取るかの場合分けをやって、 で場合分けの先でそれぞれの収益は実はもうこれで計算できてるから、じゃあ、あとは最後合計するときに確率をかけながらやっていることによって期待値を計算すれば、その VπS っていう最初の状態が S のときの収益の期待値が計算できますよね。はい、というわけで、状態価値関数 V は行動価値関数 Q の期待値だよっていう式を得ることができます。まあ、今言ったことを書きます。 けましたここが行動選択の確率で、ここが行動の後の収益。状態 S のときの収益の期待値なんだろうっていうのを場合分けして計算してるんです。A の場合はこんぐらいの収益がもらえるんですけど、その A の場合の確率はこんなもんだから、でこれを全部足してやったら、期待値の定義に、またになってて、こいつの期待値、つまり状態 S での期待値が分かりますねっていう式でございます。シグマ忘れてた。 はい、というわけで、一歩先を考えるということによって、状態価値関数が行動価値関数の期待値だよということが分かりました。この一歩先っていうのは、状態はこれなんだけど、まあ、行動したらこうなるよね、そしてそれを場合分けして、確率かけて足し算してやると、まあ、そんなものでございます。はい、というわけで、皆さん、今、一歩先を予測する技術を手に入れたので、じゃあ別のね、もう一歩先を見る技術っていうのを次の黒板で見ていきたいなと。 思いいいますはい、というわけで、ままた一歩先を見ていきましょう今回はです、ね、行動その一歩先を見ますで行動すると何が起こるかっていうと、マルコフ決定過程によって次の状態を教えてもらったりとか、報酬もらえたりするわけですよね。というわけで、行動の次は報酬と次の状態っていうのが来ます。で、この一歩先を読むことによって、はい、9πsa っていう行動価値関数を分解していきたいなと思います。 で、やる前に行動価値関数が何だったか、さっきと同じように書いておきましょう。はい、書きました。行動価値関数は、最初の状態が S で、最初の行動が A だった後に収益がどんなものになるかっていうやつです。で、さっきと同じように行動の後何が来るのかって言えば。はい、書けました。まあ上にある通りなんですけどね。報酬と次の状態でございます。というわけで、行動した後何が起こるのか、さっきみたいに起こることを書いてみます。するとね。 はいかけました。まずは行動したら次の報酬がもらえるんでしたよね。それがどんな確率でもらえるかっていうと、確率 P の RSA R、SA、で報酬、R、がもらえます。なぜかっていうと、報酬 R がもらえる確率を PR の SA って書いてたんだから、まあそりゃそうって感じ。 で、全く同じ感じで、確率 P の S'SA で次の状態が S' になります。なんでかというと、次の状態が S' になる確率のことを P の S'SA って書いてたからですね。はい。で、この中でですね、もう収益めちゃめちゃ計算できるやつがあります。で、これ上の方はですね、こんな風に計算を行うことができます。はい、というわけで書けました。 上の方はもうこれそのまま期待値計算できますよね。なぜなら報酬ってまあ数字で、この数字 R がもらえる確率が PRSA って言ってんだから、これとこれ掛け算して全部足したらそれ報酬の期待値じゃないですか。というわけで、最初の報酬の期待値はシグマの RPRSA×R っていうふうに書くことができます。これを用いて行動価値関数 9πSA を分解してやりましょう。するとこんな感じになります。追、はいかけました。今言ったようにですね、 状態 S で行動 A をやった後、と、りあえず最初の報酬もらえるわけです。その最初の報酬 R0 の期待値は、まあ、上で書いたこれっていうのがまず分かりますよね。でその後、下に書いてある通りなんですけど、まあ、いろんな確率で次の状態 S' に行きます。0番目の状態が S だったんで、S' っていうのは1個目の状態 S1 ってことですね。はい、というわけで、最初の報酬の期待値は出せてで、それ以降はどうなるのっていうふうに、こんなふうに2つに分けることができます。 で今言った左側については、この緑で書いたやつと等しくて、で、右側の方はどうなるんですかっていうのもちょっと書いてみますと、はい、こんな風に、まずとりあえず S' になる確率っていうのがとりあえずありますよね。で仮に S' になったとしたら、それ以降の収益はいくらなんですかって話を、まあ、考えてるわけなんですけど、なんかちょっと気づく人は気づいてるんじゃないかな。S' のあと、 この方策 π に従って得られる収益の期待値が今知りたいわけなんですけど、この状態の後に得られる収益の期待値って、それ、ほぼ状態価値観数じゃないですか。なんで、はい、ここの部分はですね、大体 VπS' になります。だってさ、もう状態 S' になったんだから、その後の収益なんだから VπS' なんですよ。なんだけど、こうちょっとだけずれるっていう罠があるんですよね。まあ、ちょっとその罠も含めて、1回、この分解した後の数式はどうなるのかを、この下に書いてみます。 はい、かけました。実はですね、ここに割引率ガンマが入るっていうことが起こります。まずとりあえず一回式の全体見てみましょう。まず最初のこの R0 の期待値は、この緑のやつそのまんまです。PRSA っていう確率と R っていうのをかけて足してます。で、後ろの方はほぼここで言った通りです。まあ、状態 S プライムになる確率と S プライムの後の収益の期待値はいくらっていうと、 これ、状態価値関数なんで、確率かける ×s' での状態価値関数っていうのを足してるんですけど、ここにですね、ガンマ倍が入る、割り引かれちゃうんだよ、ここより後ろはーっていうことが起こります。はい というわけで、このあと、この右側の黒板では、なぜここにガンマが入るのかっていうお話をします。なので、この段階で皆さんには2つ理解しておいてほしいなと思います。1つ目は、最初の報酬の期待値は PRSA の R をかけてシグマですよっていうことと、あとは S' 以降はまあ大体この状態活換数でかけるでしょうっていうこっちの部分。この2つは分かったっていう上で、 ガンマがなんで入るのかって話にしますなんでこのこの部分とかこの部分がよくわかんないよって人はぜひちょっと戻ってねここからまた聞いてみてくださいはいというわけでじゃあ右側の黒板でなぜここにガンマが入るのかっていうのを見ていこうと思いますはいというわけでガンマが入る理由を見ていきますガンマが入る理由を見るときは実際に何が起こっているのかを書いてみるのが一番いいです で今日動画の一番最初に言いましたが、まず最初の初期状態、S0 があって、そこから行動したら報酬もらいながら次の状態行って、行動したら報酬もらいながら次の状態行ってっていうふうに S AR、SAR、SAR、SAR っていうのが続いていきます。で、このうちの R たちをあの割引率かけながら足したものが収益なんでしたね。はい、というわけで、これを今、状態価値関数 9πSA を考えている文脈において、ちょっとこいつを使いながらね、なぜガンマが入るのかっていうのを見ていきたいなと思います。 まずは 9πsa という状態価値関数を考えているので、s0 が s、a0 が a、つまり最初の状態が s で、最初の行動が a だったっていう場合で考えてます。はい。で、この状態で、こっから後ろでどんだけ報酬がもらえますか、収益の期待値はいくらですかっていうのを考えているのが行動価値関数 9πsa ですよね。今言ったのをちょっと簡単に図で書いてみます。はい、書けました。 キューパー SA っていうのは、この SA やった後の R0、R1、R2 に割引率つけながらかけて足して期待値取ったっていうやつでしたよね、はい。で、今、一歩先を読むっていうことをやってました。行動の後は報酬がもらえて次の状態に行くって言ってるんですけど、この最初の報酬の部分の期待値がさっき左で緑で書いてた部分ですよね。で、行動,行動の結果、次の状態はまあ S プライムになったとしましょうと。 で、その S' より後ろの報酬は全部状態価値関数 V'S' で書きたいなーっていうのがさっき言ってた話です。ほいというわけで、ここから後ろの報酬、収益については V'S' で書きたいなって話をしてたんですけど、実はですね、V'S' ってどんな式で計算されるかっていうと、この上の方とは若干ずれるんですよね。まあ、とりあえず書いてみますと。 はい、書けました。この青より後ろの部分を状態価値関数 VπS プライムで考えたときは、実はですね、R1 プラス、ガンマ ×R2 プラス、ガンマの2乗 ×R3 プラスっていう風に、この指数と添え字が1個ずつずれたものの期待値になります。でどんぐらいずれてるかっていうと、上ではガンマついてたのについてない、上では2乗なのに1個しかない、上では3乗なのに2乗しかないってことなんで、基本的に上のやつの方は下のやつのガンマ倍になります。はい で、これがなんでガンマ倍ずれるのっていう話ですよね。でもこれ意外と理由はシンプルです。VπS' を考えるときは、最初の状態が S' だったときの、その後の報酬の合計がどうなりますかって話ですよね。なんで、最初の状態 S' なんですよ。VπS' を考えてるときは。なんで、こいつとかってなくて、最初の状態が S' だから、一番初めにもらえる報酬は R1 なんですよね。 一番初めにもらえる報酬っていうのはガンマつけないじゃないですか。そのまま R1 で入ってきて、それより1個遅い報酬だから、1回遅いペナルティとしてガンマ倍かけてガンマかける R2。で、さらにもう1個遅いやつは、最初に比べて2回遅いからガンマ2乗の分ちっちゃくしてガンマ2乗かける R3 っていう風になります。というわけで、スタートポイントがずれてるんですよ。 コード価値関数をやっているときは SA の後ろなんで、ここから始まっているけど、状態価値関数を考えているときは、ここから始まっているので、1個ずれます。で、1個ずれると、その減点しなきゃいけないガンマのかける回数が減りますよね。純粋にここが一番最初になった、ここがその1個後になったっていうことなんで、ここから比べたときに減点しなきゃいけない回数と、ここから比べたときに減点しなきゃいけない回数は、ちょうど1回ずつずれます。ちょうど1回ずつずれるってことは、ガンマをかける回数が全部1回ずつずれるんで、まあ、下のやつをガンマ倍すれば合わせることができるよ。 逆に言い換えると、9πsa を考えるときに vπs' を使うんだったら、ガンマ倍してから使いなさいねっていうことがわかります。これがガンマが出てくる理屈です。なんで、後ろを計算するときは、ガンマ ×vπs' っていうのがちょうどよくなるんですよね。はい。というわけで、ガンマ倍ずる理由は今まで話しました。では、これを含めて、一番左下に書いてある数式をもう一回整理して書きますと。 か、はい、けました状態 S で行動 A をやった後の一歩先の未来を読むってことをずっとやってました。で一歩先の未来は2つあって報酬がもらえるということと次の状態に行けるよっていうことです。報酬がもらえます。一番最初の報酬 R0 の期待値はもう定義そのままです。状態 S で行動 A やった時に報酬 R をもらえる確率がこれなんだからこれと報酬かけて全部足せば最初の報酬の期待値になりますよね。 はい、この部分はもらえる報酬のことが書いてあってでその次行動したら次の状態に行くんでしたとりあえず次の状態に行く確率はこういうふうに決まっててでその状態より後ろの報酬益っていうのは状態価値関数 V'S' プライムでかけるっていう話でございます。 はい、というわけで次の状態以降の収益なんですけど次の状態以降の収益っていうのはもらう報酬としては後ろの報酬なんですよね。2回目3回目4回目にもらうものがこっちに入ってくるんでじゃあその1回分未来の分は割引かけましょうよということでここにガンマが入ってきます。 はい。というわけで、長々とお話ししましたが、結局やってることは、一歩先の未来を読むということ。一歩先の未来、行動の後は報酬がもらえて次の状態に行きます。で、次の状態よりその先はもう知らん。とりあえず、そこから先の収益っていうのは V'S' で分かってるから、これで書きましょう。ただし、報酬もらってる回数がちょっと未来なんで、1回分ペナルティ割引はかけときましょう。これが行動の一歩先でございます。というわけでね、ここまで来ればベルマン方程式分かったも同然、最後まとめてベルマン方程式を見ましょう。 はいといとうわけでベルマン方程式を見ていきましょう。ベルマン方程式は最初にも言いましたが、2歩先の未来を見ることです。一歩ずつ先を見ます。じゃあ、まずは状態価値関数の方から。はいというわけで、状態価値関数書きましたで。状態価値関数の一歩先っていうのは、行動があるよって話をしましたよね。というわけなんで、一歩先に進めると、はい、書けました。確率ごとにこんな風になりますよっていう式が来るんですよね。一歩先に進みます。例えば、行動 A を選択したんだとしたら、その後の収益はこんなもんですよ。 で、行動 A を選択する確率はこれですよ。だからこれを全部かけて足したら期待値になりますよね。これが一歩先を見るでした。でさらに今、ここ、行動で止まってます。行動の次には報酬と次の状態があるわけなんで、ここ、また一歩先の未来を見てみましょう。すると、いや、これね、ガンマ書き忘れるんだよね。はい、こんなふうになりますほい。こんなふうに行動の一歩先には何があるかというと、最初の報酬があって、 でさらに次の状態が来るんですけど、そこから先のことは状態価値関数に任せますよ。ただし、一段遅いから1回分の罰則の割引率はかけときますよと、こんなふうになります。で、ここに出てきた V パイスイコールこっちの式っていうのが、一番最初に紹介したベルマン期待方程式の状態価値関数バージョンでございます。というわけで、最初、まあ見覚えないかもしれないけど、まあ実はこれだったんですね。 なんかすげえいかつそうに見えましたが、実は2ステップ先の未来を見てるだけ。1ステップ先の未来を見るときは行動ごとに行動価値関数になりますよで。行動からさらに1ステップ先を見るときに2つに分離して、報酬とその次の状態移行の収益というふうになります。まあ、今まで言ったことをちょっと書いておきます。 はい書けました最初の式変形は行動別で場合分けして、で、確率とその後の結果で足してますよ、期待値計算してますよってやつで、ね、2個目の式変形は、この 9πsa がズドンとでかくなりました、これは行動の次には報酬とその次の状態以降の収益が来ますよっていう式変形です。はいというわけで、これが状態価値関数のベルマー方程式です。というわけで、次は行動価値関数の場合を書いてみましょう。 はいといとうわけで行動価値関数なんですけど、これも2ステップ未来を見るだけです。まず最初、1ステップ未来見ると、まあ、これになりますよね。はいというふうに、行動の1ステップ未来は報酬と次の状態以降の収益でした。で、ここでまた状態で止まっちゃうんですよ。状態で止まるんじゃなくて、もう一歩行こうよっていう2歩先の未来を見るのがベルマン期待方程式でしたよね。 というわけで、この V' イ状態 S' から一歩先に行くには、まあ、もう一回行動を起こせばよくて、それは大体、ここみたいな式変形になります。というわけで書いてみると。はい、書けましたよと。この V' イ状態価値関数の部分が一歩先を見る、つまりこの後の行動を A' で場合分けしてやって、さらに行動価値関数に書き直してやりますよということができますよね。 はいというわけで、こんな風にして出てきたのが、状態価値関数と行動価値関数のベルマン期待方程式でございます。なんで方程式っていうかっていうとね、この VπS イコールなんとかかんとかって書いてあるけど、ここにまた VπS プライムが入ってるんで、この V と V が満たすべき関係式がここに入ってるんですよ。え行動価値関数の方でも同じで、9 π s イコールうんたらかんたらってやって下にいくと、またここにも 9πS プライム A プライムっていうのがあるので、こっちは Q が満たすべき式が出てるんですよね。 というわけで、この2つは方程式って呼んでて、実際この式を解くことによって状態価値観数とか行動価値観数を求めたりすることがあります。で、今日の解説はここまでです。今日はこいつらの正体に迫るということが目的でした。で、まあ、正体に迫れたんじゃないですかね。2歩先の未来を見るっていうのがベルマン方程式で、1歩先は状態の次は行動とか、行動の次は報酬とその次の状態っていう話でございました。 で、まあ、なんでこんな難しい式をわざわざやんの何に使うのこれ意味わかんないんですけどって話については、まあ、次回の次回以降教科学習の分析モデルを紹介するときにやっていきます。教、え、科、ー、学習の分析モデルベルモンホ程式使いまくりますんであこういう場面で使うんだなっていうのは2本先まで待っていてください。とりあえず今日の理解としてはどっから出てきたのお前はあっ2本先の未来を読んでるのねっていうのを皆さんに納得いただいて使い方はちょっと別の動画って感じにしたいなと思います。 はい、というわけで、ここまででほぼ終わりなんですが、あと2つは数学警察向けの補足と、あともう1個最後にまとめをやって終わりにしようかなって思っております。というわけで、次は数学警察向けの補足。一応、厳密な証明書いておくのと注意ポイントだけお伝えします。興味ない人は最後のまとめに飛んでください。じゃあ、レッツ数学警察、はい。というわけで、ベルマン期待方程式の証明書いておきましょう。まあ、両方やると大変なことになるので、状態価値関数の方だけやります、まあ。とりあえず書きますね。 かけました。というわけでね、式変形途中なんですけど、やってきます。で、ここはあの早口目でいきますんで、しっかり見たい人は一時停止とかしながら、ぜひ見てみてください。というわけで、まず最初の式を見てみましょう。まず V'S っていう状態価値関数は、これ、定義に従って書き換わしてみました。最初の状態が S っていう条件のもとでの収益の期待値のことを状態価値関数って言うんでしたよね。で、ちょっとここからね、テクニカルな式変形するんですけど、さっきの2歩先を読むっていうあの話を思い出しながら聞いてみると、この式変形も自然に感じられるんじゃないかと思います。 はい、というわけで、この G をばらしていきます。G っていうのは R、R0 たす、ガンマ倍の R1 たす、ガンマ2乗倍の R2 たす、ガンマ3乗倍の R3 たす、点点点っていうふうに分かれてるんですけど、まあ、R0 は R0 だけ抜き出しておいて、R1 以降っていうふうにこの2つに分けてやります。それぞれ S0 が S の元での R0 の期待値と、S0 が S の元でのこの1以降の期待値っていうふうに分かれます。 1>, で1個目は簡単に計算することができます。S0 が S の時の R0 っていうのは、とりあえず何か行動して、で、行動の結果報酬がもらえるんで、まあ、その行動別に場合分けして、で、もらった報酬別に場合分けして、で、報酬をかけて全部し算してやれば、これ普通に期待値が求まります。で、この後ろの方なんですけど、まあ、こんな風に2つに分けてやりました。さっきの議論では、S プライム以降の収益なんだから、だいたい状態価値観数じゃないっていう話をしましたけど、というわけでね、そういう風に書き換えてやりましょう。 まず、S1 が S' になった場合のこの後ろの部分っていう方と、さらに最初の状態が S0 っていう条件の下での1個目が S' になる確率っていうのをかけて、全部足してやれば、S1 が S' になる確率かけるその後ろの収益っていうので、これバラすことができますよね。ここからここの式変形は、S0 イコール S が S1 イコール S' になってて、確率がついてるって感じですで。この前の部分は比較的簡単で、 はい、こんな風に式変形してやることができます、まあ。とりあえずね、なんか行動してそのライ S' に至るって言ってるんだから、まあ、行動別に場合分けして掛け算しながらやってやってで、状態 S で行動 A の場合に S' に行く確率はこれなんですよって言ってるんだから、これかけて全部足せばこの確率になります。で、問題はこっちですよ。こっちの方なんですけど、まあ、さっき伏線で言った通り、ここ全部ガンマがついてるんで、ガンマくくり出してみましょう。 はい、というふうに書けたんですけど、まあ、最初の状態が1番目でそれが S プライムで、1個目、2個目、3個目以降の収益足しましょうというふうに、ここを見るとです、ね、時間が1から始まってるんですよね。なんですけど、これ、最初の状態が S プライムだったとしたときに R、R0 足す、R1 足す、R2 足すっていうふうに書き換えてやることができると思います。まあ、ちょっと言葉では難しいと思うんで、1回書きますね。 いこんな風に、S とか R についてたそれ以上を全部1個減らしました。時刻0の時の状態が S' だったときに、最初の報酬と1個後の報酬と2個後の報酬と、点々点っていうのを合計したものの期待値と上ってまあ一緒じゃないですか。っていう変形をしました。これが時間が1個ずれたってさっき言ったやつね。で、これ見てみましょう。下の方の e イなんとかって見ると、これまさに S' での状態価値関数そのものじゃないですか。なんで、はい、この後ろの部分は、ガンマ× v イの S' っていう風に書き換えることができます。 で、この全体の式をまとめてやりましょう。こっちの方にもシグマ A の πAS っていうのから始まってて、こっちの方もシグマ A の πAS っていうのから始まってて、後ろにバーってなってるんで、これ、うまーくねあの、くくり出して因数分解的なことをやってやって、式変形まとめてやれば、はい、こんな風に一番下の数式でまとめることができて、これはまさに状態価値関数のベルマン期待方程式になってございます。はい。 そういうわけでお待たせしました数学警察の皆さん教科学習警察の方かもしれないですけど実は今やった議論の中で一箇所だけ本当に正しいかどうか分かんないことやってるんですよ。どこだと思いますそれはここなんですよね。ここは、 書きましたここが等しいかどうかっていうのは、実は場合によります、この時間1個ずらしちゃったら、等しくなくなるパターンがあるんですよね。これ、どういうパターンかっていうと、例えば、時刻がもう10で強制的に終わりです、t イコール10が最後で、その10ステップの間になるべくたくさんの報酬を集めてくださいっていう問題だった場合は、なんか時刻0から好き勝手やっていいパターンと、もうあなたは時刻1です、なんであと9回しかありませんって言われたパターンじゃ、得られる報酬収益の期待値って変わってきますよね。 なんで特に後ろにデッドラインがあって、その時間までにやらなきゃいけないっていうタスクの場合は、これ、等しくなりませんで。そういう話題って意外と多くて、例えば囲碁とか将棋の AI って、なんか数百手を超えたら引き分けにしますって感じで、後ろ切られてるんですよ、計算機の都合上ね。なんで、そういうタスクの場合には、厳密にこれらは一致しません。一致しないんですけど、まあ、最適化をやるときに、それをもう厳密に気にして、じゃあ、ベルマン期待方程式を使いませんっていうことは、私はちょっとあんま見たことない。 かなって感じですもちろん発展的なテーマではこの差分考えてやることもあると思うんですが、まあ、一応ね厳密には等しくない場合が多いんですけどまああんま気にしないで等しいっていうことにしていろんな最適化をやってるっていうことが多いと思いますで実際それでいい性能出てるんで、まあ、強化学習の目的である高い収益を得られるような方策発見っていうのもできてるんでまあここはね正しくなくてもまあいいや動けばって感じでやられてることが多いんじゃないかなと思いますここが数学警察の皆さんに知ってほしかったポイントでございます というわけで、数学警察向けエンタメ娯楽タイムはここまでにしまして、最後まとめをやって終わりにしようかなと思います。次の黒板でまとめましょう。はい、書けました。もう一番上がすべてです。ベルマン方程式は2歩先の未来を読んでるんだよっていうのが今日のメインポイントです。で、基礎方式として1歩先の未来があって、で、実際2歩先の未来を読んだのがベルマン方程式でございます。で、1歩先の未来、まず1個目は、状態の後には行動が来るよねっていうことで、その状態の後の行動について場合分けしたのが1個目の式です。 で2個目の式、行動の後には報酬と次の状態が来るよねって話で、報酬の部分の期待値がこれ、次の行動の部分の期待値がこれなんですけど、次の行動以降は次の報酬以降なんで、ガンマが1回かかりますよっていう風になってます。今言ったことを書きます。はい、書けました。で、実際のベルマン方程式は、状態価値関数の場合は、状態の次の行動があって、行動のさらに先として、報酬と次の状態を読む。 し行動価値関数の方は行動の次の報酬と状態があってさらに状態の方についてはその次の行動まで読むっていう感じになってます。というわけで、まあ、この最初は、ね、えげつない見た目をしてた数式ですがそれを素直に書いただけのものっていうことが言えます。実際これあの読み方というかちょっと読み下してみますとこの S っていう状態の次には、まあ、行動が来るよねと行動で場合分けしておいて で行動をやった後には、報酬と状態が来るよね。報酬の方は普通に期待値書いといてで、次の状態が来たら、まあ、その後の状態価値関数を見ましょう。ただし、ステップが進んでるから、ガンマ1回かけると。 これが状態価値関数のベルマン方程式ですし、行動価値関数の場合はまあ行動したよ、行動の次は報酬とその次の状態が来ますよと。というわけで、報酬のことについてここで書いておいて、次の状態も場合分けしておいて、状態の次はやっぱ行動なんで、その S' での状態 A' で場合分けして、そこでの行動価値関数を書いてやりましょうってやれば、行動価値関数のベルマン期待方程式を書くことができます。なんで、これ、数式めちゃめちゃ難しいんですけど、頭の中で状態の次は行動だよ、行動の。 あとは報酬と次の状態来るねーって思い浮かべて、あとはコード価値観数の場合は、コードの次は報酬と次の状態だよね、状態の次は行動が来るよね、あ、ガンマだけは忘れないように書こうってやれば、意外とこれ、何も見ずに書けるようになりますんで、この2手先の未来を読む、2手先の未来なんですけど、状態の次は行動行動の次は報酬と状態っていう、これをねキーにしながらやってみてください。 これ、あの強く念じながら3回ぐらいこれ書き写すと、多分もうこれ空で書けるようになると思います。なんでね、見た目やばいんですが、自分の手で書けるようになれば、これめちゃめちゃ理解できると思いますんで、ぜひこの後、ま iPad でもね、紙とペンでもいいんで、トライしてみてください。はい、というわけで、今日の動画はここまでです。質問のように面白ければ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。あと、私、X もやっておりますんで、よければそちらもフォローしてください。あとね、質問、コメント、感想などあれば、どしどし下のコメント欄とか、X でのリプライもお待ちしてます。 はい。というわけでね、ベルマン期待方程式はここまで。次回、ベルマン最適方程式をやりますけど、まあ、ベルマン期待方程式ね、ここまでわかれば、ベルマン最適方程式の方もすごい分かりやすくなってると思いますんで、次回、サクッとやって、いよいよ、やっと11回目から、強化学習の分析モデル入っていこうと思います。というわけで、今日の動画はここまでです。見てくださってありがとうございました。バイバイ。あむねー、ああ、ちょっと距離近いですね。はい。 というわけで、実は私がこのアバターでいるのは、教科学習シリーズで言えばこれと次までですね。まあなんかエモくて寂しいですけど、まあ強くなった私で、また相変わらずね、いろんな動画を提供していきますので、楽しみにお待ちいただければなと思います。というわけで、今日の動画はここまで。次回のベルマン最適方程式も見てね。バイバイ。